はい、どうも、哲学徒です。今回もディアブロイモータルやりながら、雑談していきたいなと思います。まずは、ヤキンさん引いちゃいましょうかね。今週はそうですね、BP、が、シーズンがね、切り替わる週ということで、ディアブロイモータルのね、シーズンは、28日周期で、入れ替わっていくという形になってるんですけども、28日がね、ちょうど週の境目で、切り替わると。いうよりは少しね、短めの期間で、終わっちゃうという感じになっているので、なのでね、結構、週のね、中盤にね、BP の入れ替えが、来るという形になってて、この週はですね、最初、例えば、3日間、今週の場合だと3日間かな、月火水と、BP を稼ぐことができて、で、それ以外の、期間ですね、そこから、3時に、BP のリセットがかかって、で、その後ね、また4日間で、また2400ポイント、貯められると。感じになってるので、そうですね、結構やり込んでるプレイヤーの中にはね、BP4800 を、貯めるっていう方も結構多くいらっしゃるんですけど、私もね、なんか久しぶりに4800、貯めようと今、頑張ってるところではあるんですが、結構大変で、今最終日の22時ではありますけども、今やっとなんとかね、1696、あとちょっとで1700なんで、あと 700BP という感じにはなってきたんですけども、結構大変ですね。特に今週というか、最近はディアブロイモータル以外にもね、ディアブロ4の方も、少しね、12月5日に来るジアノとタス城に向けて、いろいろと、育成の方をやってるので、それもやるとね、結構時間がかかるという感じで。なので、多分ね、他の忙しい方も、多分ね、いろんなことを工夫しながら、イモータルやってると思いますので、私が、BP を貯めるためにね、やってる工夫とか、そんなことについてね、今回は、お話ししていけたらなと思います。さあ、どうかな。結構ね、なんとか、BP の方はかなり、持ち返してきたので、あまり無駄遣いしないように、今週は結構そうですね、なんだかんだで、BP も貯めながら、イモータルとしての活動も、できる限りのものをね、すべてやってきたという感じなので、かなりフルにはできたんですよね。カヨンの試練も、今、1日にもう5回かな、回せるような状態になっているので、そちらも毎日、参加して、で、あとは、コーバスさん携帯ですね、こちらも3回分行くことができたんで、今週は、377の箱をね、1個開けられるかなというぐらいにはなってきたので、そこはありがたいんですが、なかなか BP の方がね、特に前半はかなり BP 稼げたんですけど、後半はちょっとディアブロ4の方でね、いろいろと取りたいなと思ってる動画もあったので、なので、ちょっと進みがあまり芳しくないですけど、そうですね、結構フレンドの方とかがね、パーティー集会付き合ってくださってたりとかしたので、かなりモチベーションは保ってはいたものの、特に、週後半は結構本業の方も忙しかったんで、なのでね、どうしても夜ちょっと遅くなってくると眠くなってしまって、ダンジョン集会が続かないみたいな、日があったので、ちょっと最終日に結局ね、これから回さなきゃいけないかなという感じにはなってますけど。BP も、特に、もういつもね、2400ちょうど取り切るっていう、縛りは自分の中ではかけてないんだけど、せっかくだったらやれるうちは、少し貯めておきたいなというのもあって、今週は少し頑張ってるという感じですね。で、ダンジョン集会なんですけど、基本的には、ランダムダンジョンがね、最近追加されたんで、
まあ、隙間時間にちょっとダンジョン回したりとか、そういうのが結構できるようになってるんで、まあ、稼ぎやすいかなと思うんですけども、やっぱり、まあ、時間効率で言うと、BP 効率がいいダンジョンですね。特に、まあ、鉛の神殿とか、あと、沈黙の修道院とかですね。まあ、そこで、まあ、固定でパーティー、固定でパーティーというかさ、歩兵を立てて、まあ、しばらく周回するんで入ってくださいみたいな感じでやった方がいいかなと思います。まあ、ノーマルのダンジョンだと、ダンジョンのリプレイっていう機能を使って、ダンジョンの中から出なくても、まあ、周回を継続するってことができるようになってますので、まあ、その機能を使うと結構ね、まあ、上げやすいかなというところもありますので、まあ、なんだろうな。PP4800 稼ぐ週に関しては、少しダンジョンをね、大量に回してあげるっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。まあ、今、大体の効率で言うと、まあ、30分で大体7つから8つ、8回ぐらい、7回から8回ぐらいはダンジョン回せるので、まあ、20の、ダンジョンで、まあ、140とか、160とか、PP が稼げるので、まあ、なんだろうな、1時間ぐらいやるとちょうど300ぐらいかな、PP が、稼げるという感じなので、まあ、その計算で、やっていくといいかなと思いますね。で、やっぱり、なんでしょうね、まあ、稼ぎ方としては、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、特にですね、まあ、1日の、まあ、稼ぎが多い、うん、デイリーの、まあ、注目イベ、アクティビティか、の方をやってあげるのがいいかなと思います。大体あれが、まあ、報酬クエスト、8回分だったりとか、8回分だと、まあ、8ポイントかける8なんで、64ポイントなんですけど、まあ、2倍で128ポイントになるのでね、うん。まあ、ちょうど1日分のアクティビティとしても、まあ、ちょうどいいぐらい、なってくる。思いますし、あとそうですね、まあエルダーリフトが指定されている時もだいたい8回なんで、まあ今日ちょうどね、私エルダーリフト8回になってるんですけど、まあそれで128ポイントぐらいかな稼げて、まあダンジョンだと20ポイント、かける3か、あるいは、15ポイントのダンジョン、4回分がまあ2倍になるというような感じになってるので、まあそちらもだいたいそうですね。120ポイントになるようになってると感じですね。なので、うん、まあ2倍のアクティビティはまあ必ずやっていくと、して、あとどう埋めるかというところなんですけど、まあ結構ね、BP ポイント的には、大きいのがヘリクアリのね襲撃とかなんですよね。あれがだいたい100ポイントか、まあ5体、一度に回すことができるので、5体で120、100ポイント。で、それがまあ週2回、月曜日と木曜日にありますので、そこで200ポイント稼げるかなという感じで。で、まあ大体それぐらいやってると、まあ1週間の2400ポイントだと十分に、稼げるんですけども、まあそうですね。結構、それだけだと、うん、なかなか4800までは届かないので、まあ、やっぱりダンジョン周回を、入れてあげるっていうのが、うん、大事になってくるのかなという感じがしますね。結構このデモ版のキャラクターはね、うん、フィールド狩りとか、こういう、リフト回したりとかするのも、楽なんで、まあ、助かってるところではあるんですけども、うん、まあ、そういう意味で言うと、こう、周回用のね、ビルド、うまく組めると、まあ、早くね、BP も稼げるかなというところがあるので、うん、まあ、ぜひ参考にしていただけたらなと思いますね。まあ、でも、なんだろうな。まあ、もちろん稼げれば、それに越したことはないけど、なかなかね、うん、特に前半、まあ、3日間とか、3日間と4日間で、分けられてるケースが、まあ、ほとんどだと思うんですけど、なかなかね、3日分だと、時間的には厳しいっていうところもあったりとかするんで、まあ、そうですね、だいたい1時間、うん、300BP ぐらいが、いいところかなという感じがするので、まあ8時間で、うん、
まあ、それだけでやってたらまあ16時間ぐらいで終わるのかもしれないですけど、ちょっとなかなかね、うん、それ以外のアクティビティが意外と多かったんで、うん、まあ大変ですけども、まあそうですね、まあ、数時間周回して、うん、まあ、稼ぎ切っちゃえばいいかなとは思ってますけどね。まあ、あとそれ以外のアクティビティがやっぱり結構あるんですよね。呪われし塔だったりとか、あとは、呪われし塔だったり、あと、あれですね、宝石の周回なんかもあるんで、そこら辺もやっていくとね、結構大変かなとは思うんですけども、まあそうですね、しっかりやっていきたいなってところですね。まあ今日、今週はね、本当になんか、うん、目まぐるしく、うん、やってたなという感じはするんですけど、まあちょっとさすがにね、うん、まあディアブロにかなり、うん、労力を割きすぎてるなというところもあるし、うん、最近ちょっと疲労が抜けなくなってきちゃってるところもあるんでね、まあ、少し、うん、ペースは落とす部分があるかなと思うんですけども、まあそうですね、ジアの屠殺場までにも少しちょっとね、ウーバーユニークとかも少し、もう一個ぐらいは欲しいなというところもあるので、うん、それも考えると、少しイモータルの方は、うん、ゆっくりと進めるような感じになるかなとは思うんですけど、まああとやっぱりイモータル政権に今ついてるので、うん、まあそれもまあモチベーションが上がってる理由でもあるんですけどね、やっぱりまあもう少し、うん、まあこうできるだけの貢献はやっぱりして、まあ政権を、まあ、悔いなくね終えたいなというところもあるので。まあ無理のない範囲で続けられたらいいかなと思ってますけどね。よいしょ。デモガンは結構こういう敵をパスしたりとか、まあ敵を引き寄せていくような、うん、あの立ち回りがうまいんで、すごくね楽ですね。あと移動速度の方も少しね、あのハウラーの、ハウラーじゃないか、を入れてあげてるので、血濡れですね、血濡れの翡翠か、これが意外といいですね。まあサブ宝石の効果、まあもちろん加工した方が、まあ、効率的に稼ぐことはできるんだと思うんですけど、まあ意外とね、ただ、ランク1の宝石試しに入れるだけでも、強いなと感じるところも多いので、まあ、お試しには持ってこいだし、まあ自分のメインクラスじゃない、ところで有利なジェムとか、まあ星5の宝石さえ持ってれば効果をね発動できるんで、そこは大きなところかなと思いますね。よいしょ。経路的なところでね、とミスったか。なんかなかなかエリートがいない感じですけど、そんなことあるかな。とはそうですね、なかなかねこのリフトの構造とかがね、まあディアブロ3ほど最適化されてないんで、結構こう行って戻ってこなきゃいけないみたいな経路がね生成されやすいところあるんですけど、うん、なんか全然出ないね。あ、これでまあ出しちゃうか、うん、まあ日曜日はね一応、まあ、念願だったウーバーリリースの討伐もね、なんとかできて、ビルド解説の方で、ね、
まとめることもできたんで、まあ、そこは良かったかなって感じなんですけど、あとちょっとね、バーバリアンも、うん、装備品を揃えて、他のビルドの解説動画とかもね、順次、上げていけたらいいかなと思いますので、うん、まあぜひそういったものも、参考にしていただけたらなと思います。よいしょ。そしたらあと1回回せばちょうど、終わりなので、これはそこら辺までやっておきましょうかね。ちょっとこのね、労働時間の、長さも、まあ正直ストレスになってる部分もあるので、まあここら辺の改善もね、測っていきたいところではあるかなと思ってるんですけどね。よいしょ。なかなかエリートがいないですね。今週はね、破砕された次元の方も、来てるので、まあできれば、ネクロマンサーとかにね、転職して、一回はネクロの方のね、破砕された次元のお題もちょっと確認しておきたいなという感じなので、まあ、そっちもね、ちょっと時間作ってやれたらいいかなと思ってますけどね。デモ班の方はなんとかクリアできたんですけど、結構ね、出てくる敵のテーブルが、まあ戦いづらい、敵が多くて、まあ遠距離系の敵とかも結構出ちゃったりとかするんで、なんかまさかの2列してしまったんですけど、まあなんとか解説の動画もね、撮り終えることができたんで、まあ少しディアブロイモータルもね、まあなかなか動画も撮る時間撮れなくなってっちゃうかなというところもあるので、まあちょっとその前にね、今、書いてる企画の方はなるべくね、終えておきたいなと思ってますので、ぜひ、新しい動画の方も楽しみにしていただけたらなと思ってます。はい、そしたらそうですね、お、変なとこに勝ち上がるね。まあそうですね、まあ雑談動画もね、まあなるべく毎日撮りたいなというのはあったんですけど、まあ少しこう、まあなんだろうな、毎日撮らなきゃっていうのも、ちょっと義務感的なところもあったりもしたんで、まあ正直、ちょっとね、毎日毎日撮らなきゃっていう感じじゃなくて、少しこう力を貯めて、やっていくって感じにできたらいいかなというふうに。さあ、そしたらこれで、そうですね、なんとかエルダーの方は取り終わって、あとそうですね、250だから650なので、まあ頑張ってね、その周回だけはやってしまおうかなと思ってます。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。